しばしば、ウジェットが撮影したとされる、カティー・サーク号の写真。リチャード・ウジェットは、イングランド人の船長で、特に有名なクリッパーであった、カティー・サーク号が、オーストラリアとイギリスの間の羊毛貿易に従事して、最も成功していた時期に、その船長を務めたことで知られた。バーナム・ノートンの聖マーガレット教会にある墓。リチャード・ウジェットは、ノーフォーク州。 バーナム・ノートンの農家に生まれ、最初に海に出たのは、イギリスの東海岸を航行する沿岸貿易船の船員として出会った。1868年に船長の資格をサウスシールズで取得した。1881年、ジョック・ウィリスからコールドストリームという古い船の船長に任じられ、ついで1885年にカティサークの船長に任じられた。 船員としても、統率者としても尊敬されていた、ウジェット船長は、イギリスとオーストラリアの間を結ぶ航路において、いくつもの記録破りの航海を行った。1895年にカティサークがポルトガルに売却されると、ウジェット船長は、コールリンガム号の指揮を取ることとなった。しかし、彼はこの船では一回しか航海に出ず、そのまま会員生活から引退してしまった。 彼は生まれ故郷のノーフォークでバーナム・オーバリー・ステイスに農場を購入し、1926年までそこに住み続けた。1921年に二人目の妻、ミニ・フレット・ベン・シャム・パーカーと結婚した。彼は1928年3月5日いし6日に死去し、亡きはバーナム・ノートンの聖マーガレット教会に埋葬された。ありがとうございます。